今日は時にはゆっくりしてみようというお話をしていこうと思います。なぜまあこういうお話をしていこうかと思ったかと言いますと、やっぱり最近になりまして、健康法についてブログであったりとか、まあ、動画でお話をする、書いたりするっていう機会ができてまいりましたので、どうしてもまあ実際自分でやっていないことを、偉そうに言うっていうのがなかなかできないものですから、まあ実際に続けてやっているんですけど、その量がちょっと増えてきまして、もうルーチンになってきているものはまあ考えずに気にせずに続けることができているんですけど、まあ本で読んだものだとかネットで調べたことっていうのがどんどん増えてきているので、倒れましたね。まあ増えてきているので、習慣が一気に増やそうとしすぎていっぱいになってきております。でまあこういった時はですね、一旦ゆっくりしてですね、ルーチンは続けていくのは当たり前ですけども、今まで増やしてきた健康法についていいものなのか悪いものかっていうのをもう一回判断して、でまたやっていくっていうことが大事だなというふうに思って、まあこういう話をしております。なので、今日はですね、もう本当にゆっくりとというか、その健康っていうことを気にせずに、例えばアイスクリーム食べたりとかですね、お酒飲んだりとか、フライ食べたり唐揚げ食べたりですね、そういった日にしていこうかなというふうに思っております。でまあこういう日も入れていくことによってですね、また明日以降を続けることができるのであれば、こういう一旦休むということもですね、一つ入れていかれたらいかがかなと思います。やっぱりウォーキングであっても筋トレであってもですね、始めた時っていうのは、まあ、情熱があって雨が降ってもですね、二日酔いでもやっていこうっていうことでやるわけなんですけど、それがたたって結局体がついていかずに、三日坊主だとか一週間だとか二週間だとかで、できなくなってしまう、続けることができなくなってしまうっていうことよくあると思います。なので、まあ、時にもう全くゼロっていうよりも、例えば家の中で階段上り下りをしてみたりとかですね、まあ、例えばもうペットボトルを上げ下げするとかですね、そういった軽いものでもいいから続けていくっていう感じでやられた方がいいと思います。そっちの方が長続きしますし、最終的に長く続けた方が効果は高いので、そういうふうにやっていただければなと思います。で、この写っているのは昨日のホワイトデーのお花でございます。まあ、こういった何て言ったでしょう、心の余裕というか生活のゆとりというか、こういったところが入ってくると、まあ生活の安定というのですかね、精神の安定というんですか、いっぱいいっぱいならずに進んでいくことができるのではないかなというふうに思います。なので皆さんも時にはゆっくりされてですね、ストイックに偏らずにラーメン食べたりとか、タクシー使ったりとかですね、車でコンビニ行ったりとかですね、そういったことも入れていきながらもですね、長くいろんな健康法を続けていっていただければなと思いました。今日はこんな感じです。今日も最後までご覧いただきまして本当ありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。